のの動物時期説の提唱者メスメルは動物時期と呼んだが他の人たちはそれをメスメリズムと呼んだ。メスメルの概念と実践の発展が1842年のジェームズ・ブレードによる催眠術の開発をもたらした。メスメルの名前は A メズマライズの由来となった。論文でプラネタラム・インフルクサイン・コーパス・フーマーナムメスメルは ドイツ南部バーデンのウンター湖畔にあるイツ南部で生まれた。ディリンゲント・インゴール・シュタットのイエズ・ス会の大学で学んだ後、1759年からウィーン大学で医学の勉強を始めた。1766年にメスメルは人体への惑星への影響についてというタイトルの博士論文を出した。月や惑星の人体及び病気への影響を論じたものである。とっても、 医療先生術ではなく、ニュートンの塩の看満の理論に大きく寄っていて、メスメルは人体の中にも塩の看満があり、その原因は太陽や月の運動に違いないと解説した。1768年1月、オーストリアの首都ウィーンで、メスメルは裕福な男爵の未亡人マリアアンナと結婚、医者として開業した。メスメルは立派な屋敷に住み、芸術のパトロンとなった。 1768年、宮廷の陰謀で12歳のモーツァルトが作曲した500ページにも、及ぶオペラ、偽のノロマ娘の公演が妨害された時、メスメルは、自宅の庭で、モーツァルトの一幕もののオペラ、バスティアンとバスティエンヌの上演を取り決めたと、言われているが、モーツァルトの電気作家ゲオルクニコラウス・フォンニッセンは、その上演が実際に行われた証拠はないと述べている。 モーツァルトは後にオペラ、コジファントゥッテの中で、メスメルを面白おかしく言及することで、昔のパトロンの名を不滅のものにした。1774年、メスメルは、ある女性患者に鉄を含む、調合剤を飲ませることによって、患者の体内に人工的な緩慢を生じさせ、それから、患者の体のあちこちに磁石をつけた。患者は、 体中に流れる不思議な液体の流れを感じたと言い,い、数時間、病状から解放された。メスメルは、磁石だけで治療ができたとは思わなかった。メスメルは患者を治癒させたのは、動物時期だと感じ、その研究を続けた。治療の一環としての磁石の使用は、間もなく、やめにした。1775年、メスメルは、ミュンヘン科学アカデミーから、 生殖者で進行療法家のヨハン・ヨーゼフ・ガスナーの言った悪魔払いに関して意見を求められた。ガスナーが進行のせいだというのに対してメスメルはガスナーの治療は彼が高度な動物時期を持っていた結果であると答えた。メスメルは患者たちを個別療法と集団療法の両方で治療した。個別治療ではメスメルは患者の前に お互いの膝が触れ合うくらいの距離で座って、両手で患者の両方の親指を押し、患者の目をじっと見た。メスメルは、患者の肩から腕に沿って手を動かす、パセズをした。それから、患者の記録部を指で押し、時々は何時間もそこに手を置いたままでいた。多くの患者たちは奇妙な感覚を覚えるか、それが峠で時期に、治癒されると考えた経緯を起こすかした。 治療の最後に、メスメルは、当時まだ発明されたばかりであった楽器グラスアルモニカで曲を演奏することがよくあった。1780年までに、メスメルには個別治療が可能な数以上の患者がいて、それで、バックエイとして知られる、集団治療法を確立した。その治療を見た、あるイギリス人医者は、次のように記述している。 部屋の中央に約1フィート半の高さの器が置かれていて、ここではそれをバックエーと呼んでいる。周りに20人の人々が楽に座れるくらいの大きさである。それを覆う蓋の端近くに、それを囲む人々と同じ数の穴が開けられている。その穴の中に患者に適用されることになっている体の部分に応えるために右側に曲がった。 高さの異なる鉄棒を差し込む。鉄棒の他に、バックへと患者の一人を繋ぐロープもあり、その患者から他の患者に次々と手渡されて、ロープは円になる。最も著しい効果は、メスメルが近づいたことで生み出される。メスメルは患者に触れることなく、手間だは目の決まった動きだけで流体を伝達すると言われる。 私はその効果を目撃したという人、手の動きで痙攣が引き起こされ、除去されたという人の何人かと、以前話したことがある。1777年、18歳の盲目の音楽家、マリア・テレジア・フォン・パラディスの治療を行った。しかし、彼が両方に用いていた、神秘の音色を持つ楽器、グラス・ハーモニカは、人の気を狂わせ、治療を呼び起こし、 そうするものや聞くものを死に至らしめる恐怖の楽器と恐れられていたものであった。実際にコンサートの客席で幼児が亡くなった事例が起きたことからグラスハーモニカには正式に禁止令が発令されていた。それにもかかわらずグラスハーモニカを両方に長年使用してきた。彼は禁止令に反してその使用をやめようとせず、 パラディスにその音色を使った両方を施したばかりか、視力の取り戻しを叶えられず、後の彼女の精神に悪影響を与えたと言われる、スキャンダルが起き、禁止令に反した罰として、メスメルは、ウィーン追放を命じられてしまった。翌年、メスメルは、パリに行き、金持ちや、権力者が好む、町の一角に部屋を借り、治療を始めた。間もなく、パリは、 メスメルをウィーンから追放されたモグリの医者と見る者と、偉大な発見をした人物と見る者に2分された。パリでの最初の年、メスメルは、自分の理論が公式の認可をもらえる、よう科学アカデミーもしくは医学アカデミーのどちらかに、入ろうとしたが失敗した。メスメルは弟子になりたいという、高い専門知識と、社会的地位のある、唯一の医者シャルルデスロンを見つけた。 1779年、デスロンの励ましもあって、メスメルは88ページの本、動物時期の発見に関する覚書を書き、そこに27の命題を書き添えた。その命題は、当時のメスメルの理論の要点を述べたものだった。デスロンによると、メスメルは、健康、体内の何千のチャンネルにまたがる、生命作用の自由な、流体の流れと理解していた。 病気はこの流体の流れが阻害されることによって起こる。これらの障害の克服と流体の流れを回復させることが健康を回復させる重大局面である。自然が自発的にそれをすることを失敗したとき、動物時期の動体での接触が必要十分な治療となる。メスメルは自然の努力を助けるか刺激した。例えば、 正気でない人々の治療は狂気の発作を伴うが、時期の長所は危険なしにそのような重大局面を早めることである。メスメルの墓1784年に、ルイ16世は科学アカデミーのメンバー4人をデスロンの言った動物時期の調査のための委員として任命した。委員たちの要望で王はさらにフランス科学アカデミーから5人を追加に任命した。 委員たちの中には、科学者、アントワーヌ・ラボアジエ、医師ジョゼフ・ギヨタン、天文学者、ジャンシルバン・バイイ、そして在フランス・アメリカ、合衆国前健康師ベンジャミン・フランクリンがいた。フランクリンは、メスメルの人生において、運命のつながりのある、グラスハーモニカの発明者でもあった。委員会は一連の対象実験を行ったが、それは、 メスメルの治療がどうなされたかではなく、メスメルが新しい物理的な流体を発見したのかどうかを調べるのが目的だった。委員会はそのような流体の証拠はどこにもないと結論付けた。その治療がもしうまくいったとしても、それは想像力のおかげである、とも。1785年、メスメルはパリを後にした。1790年には、 ウィーンに戻り、亡き妻、マリア,アンナの屋敷に住んだ。しかし、屋敷を売却し、1801年にはまたパリにいた。動物時期の調査後に、亡命、1815年、メイアスブルクにいて、没、最後の20年間の行動はほとんど知られていない。メスメルの著作のいくつかは、たびたび出てくる言葉を表すのにシンボルを使っている。 時には一冊の中に100以上のシンボルを使い、それが内容を難しくさせ、シンボルのガイドなしに読み解くことは不可能である。ありがとうございます。